吉野さん、確かにね日本車すごいですよね日本製品ね車なんて20年30年経ってもあの消耗品さえ変えてればねそのまま乗れているっていう現実ありますし10万キロ20万キロとかね20万キロ超えててもセルシ車なんて特にね30万キロ超えても別に市場に出てるんですよほんで売れてるんですよそれが。 すすごいいなと思いますよタイミングベルトとかチェーンベルトとか買いながらもう本当にねあの大切に乗る人が乗ればちゃんと整備点検をねコンスタントにしてる車っていいつまで乗れるんやみたいなね確かにこんなに長持ちしちゃうと新車の売れが鈍るんでどっかであの新車を売るためにね中古車を規制しないといけないなっていうところで例えば排ガス規制とか CO2 とか出てきてね じゃあ電気自動車に総特化へさせようみたいな流れは来るんではないかなと思いますよね。まあ、結局あの世界中でトヨタいじめがこうやって起きてあのトヨタが車市場から抹消されるというね危機があったわけですけどもさすがトヨタ社長はねこっそりと電気自動車しっかり開発をどこの会社でも進めてたんですよね。いやでもねあんまりね日本車日本製品を誇ってもいらないんですよ。実は 日本の製品と同じクオリティ同じレベル同じ耐久度で中国製品が今できてますからねまだ中国製品がマーケットに出たばっかりであんまり感覚ないと思いますけどもこれから10年経っても20年経っても30年経っても中国製品はね例えば1995年版の中国製品は2030年でも40年でも使われてると思うんですよ。 車をはじめ冷蔵庫とかその他家電にしても40年版50年版で使われてると思うんですよいやそのぐらいのものになってるわけですよそもそもメイドインジャパンといっても部品はサプライチェーン中国から取り入れて組み立てをそれぞれの国の工場でやってるだけですからねだから言ってみれば今世界中の製品がずっと中国製品でやってたわけですよで今ブランドをメイドインチャイナに書き換えて 販売店まで中国が持つようになったから中国製って銘打ってますけども結局20年前から私たちは中国製品を使ってたわけなんですよねあの有名な話ですけどもルイ・ヴィトンとかコーチとかその他あドルガバとかねブランドものありますけどもブランドものの工場ですら中国ですからねルイ・ヴィトンが中国の工場にルイ・ヴィトンのバッグ200個何倍で発注とかやると 中国の工場は300個まで作るんですよで、200個までナンバリングを打って保証書、鑑定書をつけて201から300という発注が起きてないものは余剰で作ったものをバッタ資料に売ってるっていう現実があるんですよねだから鑑定書がないだけで材質から製法からデザイナーまで全部本家本物でやってますからねうんだからスーパーコピーっていうのは本物と寸分ないんですよ ただ鑑定書がなくてナンンバリングが適当なだけなんんでですすよねね困ったも、ね、だから日本製の強さっていうのは今じゃナンバーワンに思われてるかもしれませんけどもあれ中国製でも同じじゃないっていうふうに日本製品の,そのアドバンテージが陰りゆく日っていうのがもうねすぐそこまで来てるんですよね。ロロールスロイスイそっくりのの中国製の車 出てますよねレクサスそっくりの車もでもあれはデザインとブランド名が違うだけでまっさらレクサスなんですよね怖いですね何なんですよね最初はパクリものばっかり海賊版ばっかり中国と思ったけどもパクリのクオリティが本物と並ぶようになったわけですよすごいですねいってらっしゃい